はい、僕ゼモンです。特に何の変哲もないハンバーグを作ります。やる作業はないですもんね。混ぜて焼けばいいだけ。今更言うこともないと思うんですけど、私の動画別に大したことやらないんで、ちゃんとしたねハンバーグのレシピ見たい人はちゃんとした動画を見ることをおすすめします。これはね作業動画です。私がね作業をしている動画です。作業用動画じゃなくて作業動画、間違えないでください。もう全部材料混ぜちゃいます。でもって結構ねやりがちな失敗があって、塩コショウせずに焼いちゃったりするんですよね。そうするとね本当にハンバーグうまくないですね。気をつけないと。こんなもんでいいかな。なんかつなぎに小麦粉とか混ぜたりしますよね。小麦粉はないんで、これオートミール一応グラインダーで粉砕しますかね。ちょっとね粗いんですけど、まあこんな感じで。片栗粉入れるパターンもあるみたいですね。こうもっちり感が増すらしいです。まあイメージ通りですよね。まあオートミールはどうなのかよく分かりませんけど、じゃあ混ぜますね。バカデカボール欲しいな。給食作るみたいな感じのでかいボールないかな。ああいうやつだったらね絶対こぼれないからいいです。ああなんかもうしっかり混ぜるのすらめんどくさくなってきた。空気を抜けていますけどよくわかんないから、こんな感じでいいですかね。サイズもなんかまちまちだな。やべ、なんかちょっと崩れそうな気がするけど、玉ねぎをもっと細かく切るべきだった。どうしても割れちゃう。はい、じゃあこんな感じで2、4、6個できました。じゃああとはね焼くだけですね。結構楽勝。じゃあ早速焼いていきます。ホットプレートを使おう。一応油敷きますね。あ、しまった。四角だから四角くすりゃよかったかな。気持ち四角くしたんですけど、わかりますかねじゃあ焼いていきますね。6個いけるかこれ。一気に焼きたい。めんどくさがりな私としては一気に焼きたい。いけそういけそう、意外といけそう。いいぞ。よし、どうですかね。これで蓋してちょっと待てばいいんじゃないだろうか。じゃあ蓋します。はい、ちょっと見てみます。なんかすげえ心配だからね。こんな感じです。すげえ油が出てる。ひっくり返せそう。あ、でもまだ緩い。あ、うわ、焼き加減はすごい。ほら、すごい変なテンションになってしまいましたけど、分厚い方、厚めのやつはやっぱりちょっと崩れそう。ちょっと待とう。で、このままねハンバーグっていうものもなんだんで、ちょっとねハンバーグディッシュやります。まずはご飯。はい、どうですか。こんな感じ。ここに置く予定で、野菜入れなきゃね。まずはねトマト。あ、しまった。輪切りにすりゃよかった。失敗した。アボカド、今回ねちょっと高めのアボカド買ってきたんですよ。こだわりのアボカドって書いてある。奮発しました。おお、ちょうど食べ頃でうまそう。よし、ということで下準備は OK。 じゃあこれ開けてみますね。これどけとこう。どうなってるか。もういいんじゃないかな。止めるか。じゃあこいつに乗せてこう。はい、なかなかうまそうじゃないですか。ちょ、裏もいいね。多分火通ってるでしょう。できたんですけど、ハンバーグソース作るの忘れてた。もうめんどくさいんで、ソースとケチャップでいいよね。はい、適当に混ぜていいんじゃないかな。よし、結構いいんじゃないですか。うまそうですよ。ということで完成しました。じゃあ早速ね食べていきますね。まずね肝心なところは焼けてるかどうか、なんか心配になってきた。え、大丈夫か。ちょっと怪しい気もするぞ。崩れやすいけど、めっちゃ崩れるけど火は通ってる。じゃあいただきますね。すげえ熱そう。うん、すっげえうまい。あのね、ハンバーグソースもケチャップと混ぜただけだけど、別に
これはこれで変に凝るよりいいかなって感じします。大成功大成功、すげえうまい私のね作業に付き合っていただいた方ありがとうございますということで、ハンバーグって本当にいいもんですね。それではさよなら、さよなら、さよなら。